何かあると思ったんだけどな。
り、リヴァイ兵士長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。何？俺だけ立体機動で獣に接近しろと。すまない。幸福な人生を送ることができたとして、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う、我々はここで死ね。次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。